主人公を2人にするっていうのはやっぱりあの最初のコンセプトが一番あの重要だったので、いわゆる大人の目線と子どもの目線と両方の目線を作って、でその大人から見る物語と子どもから見る物語と両方の視点からあのものを見ていくことで、子どもだけのドラマじゃなくてあの大人も見ることができる、ファミリーで見ることができるっていうものに出来上がるかなと思ってたんで。まあ、ああいったアニメーションの世界みたいなこうセルシェーダーの世界観にしているのも、やっぱり そういうアニメーションとか童話の世界のこうあったかい世界観の素晴らしさみたいな、そこを自分の足で歩けるようなこうところがすごく魅力なんで。一番初めはやはりその、世界観ですよね。まあ、原画のその柳井がいるんですけど、日野からもらったそのシナリオとかプロットを元に、まあ、どういう世界観を構築していくか。例えばゴールドパウンドっていう街があるかと思うんですが、まあ、あそこをモデルにしているのが台湾の、街なんですが、そういったところの文化をよりあのリアリティを持って描くためにはっていうところで、まあ、そのすごく調査に時間をかけたっていうところはありますね。まあ、キャラクターとまあ、あの背景っていうのは一体のものなんで、まあ、キャラクターに関しても衣装がこうあるべきだとかっていうところで の、まあ、あの打ち合わせ等をいろいろ重ねて世界観を作り上げてったっていうところがあります。あそこはあのギャンブルの街なんですが、そのギャンブルのなんかこう怪しい感じとか、あのきらびやかな街のネオンだったりとかっていうところは、そのキャラクターと街の作り込み一体となって何かこう描いてほしいっていうふうなことはあの話し合ってましたね。イノクニ1はレベル5の10周年記念作品として、一つの区切りとしていろんな意味で振り切ったあの企画としてやっていくっていうことをやってたので、続編をイメージしたのはやっぱり海外の人たちの評判がすごく高いというその事実があって、やっぱり初めてやっぱ僕らスタッフ一度突き動かされたっていう感じなので、僕個人としてもすごく楽しみですし、あのたくさんのこう待っている人たちの期待に応えられる作品に、なっていると思います。二の国1以上にですね、すごい内容量になってますので、ぜひ楽しみにしていてください。